義足のクラスの女子走り幅跳び決勝に臨んだ前川選手。記録を狙った最初の2本はファールとなり、確実に記録を残そうと飛んだ3本目は4メートル24センチ。ここで思い切り行こうと気持ちを切り替えた前川選手は、4本目で4メートル54センチを飛び、自己ベストには届かないものの、まずまずの記録を残して優勝し、3大会連続のパラリンピック出場に大きく近づきました。悪天候の中で54飛べたっていうのはすごく良かったのかなって思うのと、あとでももうちょっと記録上げたかったなっていう思いもあるんですけど、平均的にこうアベレージが上がってきてるので、そこは評価してもいいのかなっていうふうに思います。精度をさらに上げて、パラリンピックではもっともっと記録を伸ばしてメダルに絡めるような選手でありたいなと思います。一方、初のパラリンピック出場を目指す大樹町出身の伊谷俊介選手は、自身がアジア記録を持つ義足のクラス男子200メートル決勝に臨みましたが、怪我の影響で思うような走りができず5位に終わりました。今シーズンすごい調子も良くて、動きもこう自分の中で理想とする動きができるようになってきた中で、こう怪我っていうのがずっと続いててうまくいかないなって感じなんですけど、まずはしっかり怪我を治して、あとは内定発表を待ちたいなと思います。また義足のクラスの男子走り幅跳びで初のパラリンピック出場を狙った鈴鹿市出身の稲垣克明選手は、5メートル30センチの記録で2位となりました。パリパラリンピック陸上競技の最終選考の結果は来月上旬までに発表される見通しです。